第8号ベース450メートルを完成のこの完成タイミングオープンです。一番深い、この高層、この地域の
全県中には船の船が釣り上がりが急にスタートしました14番ボットを釣り上げて釣り出した時にさらに内容を釣り上げて安定した釣り上げてさあ完璧してレースは何人ボットに上がってきた全県215番何人ボットを受けた Thank you.
近づきをしました。オペには倒してたが、おそらくかなり近いところで走っているか。クラブのメディア、さあ、そしてゴールド、ゴールドの簡単で争い、移動も本当に進んでいました。このままだ。
Thank you.
が、西にあるというところの中島が現在、非常に安定したというところです。と思います。プレゼンターは大津町経済部部長田上克也様に務めていただきます。どうぞステージにお進みください。そして河合もくんも今日は応援に来てくれていますので、河合もくんもよかったら一緒にお進みいただきましょう。ありがとうございます。それでは田上様より斉唱の授与が行われます。まずは優勝の村野選手に送っていただきましょう。田上様よろしくお願いいたします。それではお渡しいただきましょう。おめでとうございます。続きまして第2位中島選手に送っていただきます。中島選手はね、皆様ご存知の通り、昨日シリーズチャンピオンも年間チャンピオンも決められました。おめでとうございます。そして第3位近藤選手、嬉しい、今シーズン初の表彰台ということになりました。チーム関係者の皆さんも喜んでくださっています。本当におめでとうございます。続きまして
で賞金の、ボードが贈られます。こちらですね。はい、それでは賞金の目録を送っていただきましょう。まずは村野選手におめでとうございます。続きまして中島選手に送っていただきます。ありがとうございます。続きまして第3位の近藤選手に送っていただきましょう。はい、どうもありがとうございます。それではですね、大津町といえば特産の辛いも掘り出しくんがございます。掘り出しくんを優勝の3選手に送らせていただきます。それでは田上様よろしくお願いいたします。とても美味しいですからね、たっぷり食べてください。おめでとうございます。では第2位の中島選手に送っていただきましょう。辛いもフェスティバルも開催されますので、ぜひ皆様美味しい辛いもを食べてまた大津町に遊びにいらしてくださいね。第3位の近藤選手に送っていただきましょう。はい、おめでとうございます。田上様どうもありがとうございました。それではフォトセッションに移りたいと思います。3選手、それではトロフィーを掲げていただけますでしょうか。胸に抱いていただけますでしょうか。川野くんも一緒に入っていただけますか。はい、ありがとうございます。では皆さん一緒にフォトセッションを行いましょう。選手の皆さん、カメラマンの皆さんに視線をお願いいたします。さあ、嬉しい表彰台、ちょっと悔しいね表彰台もあるかと思いますけれども、3選手、こちら IB オープンのヒート2を制した3選手となります。よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。ではお時間がございませんが、一言ずつお言葉いただきたいと思います。まずは村野選手、昨日に引き続きダブルウィンおめでとうございます。ありがとうございました。いや、昨日もスタートからトップでいい勝ち方できて、今日もまさか自分でもできるとは思ってなくて、だけどスタート出れて中島君にちょっと最初疲れてたんですけど、だんだんと話せることができて、2日間ともかっこいい勝ち方はできたんじゃないかなと思います。本当にお父さんお母さん、今日来てないけどチーム監督の横山さん、いろんな方々に支えられてまたここに登れました。次の GP も絶対ここに登るんで、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。期待してます。ありがとうございました。続きまして中島選手、ちょっと悔しいかもしれませんが、次戦に向けての意気込みもお願いします。ありがとうございました。今回自分もスタート出れて 100% バイクも体も調子よくて 100% のあれ出し切ったんですけど、離されてしまって、不甲斐ない結果で終わってしまいました。でもこれで自分の、悪いところしっかりと見つけることができたので、次 GP ちゃんとパーフェクトインで終わりに頑張ります。オンラストの山田さんをはじめとする、レーシングチームとかの会長、監督、チーム員の皆さん、メカの加藤さん、家族、スポンサーの皆さんのおかげです。ありがとうございました。ご期待しています。ありがとうございました。では今シーズン初の表彰台です。一言喜びの声お願いします。応援してくださった皆さん、ありがとうございました。練習走行予選調子良かったんですが、ヒート1とか全然うまく乗れずに、ヒート2切り替えて頑張ろうと思えて、うまく走れたので、自分では良かったかなと思ってます。ここに立てたのもチームハマー監督はじめ、マネージャー、チーム員のみんな、HMJ さん、ダンロップさん、村田さん、竹野さん、お父さん、お母さんとかのおかげです。次戦の都合も、次はもっと上目指すので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。HSR レーシングクイーンの皆さん、よろしくお願いいたします。森美咲さん、吉永理香さんに務めていただきます。では副賞を、ね、引かせていただきますので、よろしくお願いいたします。では、IB オープンクラスヒート2、準備ができましたらシャンパンファイトを行いたいと思います。では3選手にシャンパンが今行き届きましたね。それでは準備を行っていただきましょう。準備ですか。さあ、次戦へ向けての勢いをつけてシャンパンファイト行いましょう。いいかな。行きましょう。
ょう。それではアイディアオペラクラスシャンパンファイターおめでとうございます。レインボー受戦がね最終戦ですのでね、今後のこのレースを皆さん行っていただきましょう。それでは改めて優勝は12番村野誠也選手、第2位は215番中島宗也選手、そして第3位10番の近藤祐樹選手でした。今一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。2019全日本